よく晴れた春の日、私は恋をしました。恋をするってどんな状態のことを指すのでしょう。さまざまな議論がありますが、今日はよく晴れた春の日に一緒に出かけたいなと思ってしまう相手とでもしましょうか。そんな相手が皆さんにはいますか？私にはいます。じゃあ、はい、ダブルチーズバーガーのセットで、サイドメニューがポテト、ドリンクがクーの白ぶどうの氷抜きで、はい、テイクアウトで、すいません、あとナゲットの5ピースを1つ、そうそう、バーベキューマスタードの他限定ソースから、マスタードで、はい、これ1つとこれ以上で、はい、はい。ダブルチーズバーガーって本当に無邪気ですよね。照り焼きバーガーは照り焼きのソースがかかっていますし、ベーコンレタスバーガーはベーコンとレタスが挟まれています。どのハンバーガーもそのハンバーガーの特徴を言い得た名前にしている中で、ダブルチーズバーガーだけがチーズバーガー2セットって言ってるのですから、おろしポン酢牛丼、チーズ牛丼、キムチ牛丼の並びに牛丼大盛りって一人だけ言ってるようなものです。え？ビッグマックも似たような構造じゃないかって？矛盾のない恋なんて私は知りません。ダブルチーズバーガーとのデートスポットに選ばれたのは、東京タワーの近くにある芝公園でした。サッカーをする親子を見ながら、二人でゆっくり時間を過ごすことにしましょう。ほんと最高ですよね。青春はいつも間違える。さあ気を取り直して、 KP、 ダブルチーズバーガーとの二人の時間を邪魔されてしまったのはいささか許しがたいことではありますが、私こう見えてあの少年のようにサッカーボールを追いかけていた日々も過去にありました。たくさん失敗してたくさん怒られて、そして上手くなったのです。別に多少邪魔されたことでサッカー少年の将来を邪魔するようなことはしません。そろそろポテトを食べることにします。ご覧ください、ポテトです。 M、 赤に黄色の M、 いただきます。もう最初から2本いっちゃうあたりねえ。おっと、今度はタバコ食い。タバコ吸ってるかのように食べますね。ここまで来るともう止まりません。止まらない。そしたらもうナゲット、もうここまで来るとね、もう本当止まんないんですよね。本当に本日は気分によりマスタードソース、
ちょっと見えにくいんですけども、こうディップしております。ディップして止めて、もう一口でいっちゃう。これお次はですね、これアップです。マスタードディップ、ディップしてる、おディップしてて、そこからもう来るか、はい一口、噛んで、わーってパタパタやっとるがな、美味しそうですね。またバーガーいってる、またバーガーいってますね。あれまた来るか、あディップ、あれ二口、二度付けするのか、一人マックの特権二度付け、いきました。バタバタバタ、またバーガーいっております。食べて日差しが差し込んでおります。割と噛んでますね。あまた行っちゃった、もう最後の一口ならにもかかわらずためらいがありません。運命の相手との恋愛ってやっぱこうあるべきですよね。迷わない、ためらわない、すぐ行く、一口で行く。申し訳ございません、取り乱してしまいました。ポテトを食べて、カームダウン、カームダウン。もうこの辺からはラストスパートです。ポテトを食べるから、何本も食べるからの、また食べる、何本も食べる、終わったかと思いきや、ナゲットは侮れません。マスタードをディップして食べて、このパターンは何度も見てきました。出ました、二度漬け、食べる、あもう終わったんですね、もう帰るんですかね。申し訳ございません、最後多少雑な進行になってしまいましたが、運命の相手ダブルチーズバーガーへの愛が溢れてしまったことをどうかお許しください。ごちそうさまでした。